将来に悩む高校生ゆうたはひょんなことから北海道の島田牧場で住み込みのアルバイトをすることに。牧場の一人娘ひまりや馬たちとの出会いの中でゆうたの心に芽生え始めた一つの思い。なぜか戦国時代にタイムスリップしてしまったゆうた。困惑しながらも持ち前の馬への愛情と知識で織田信長と豊臣秀吉に認められていく。武将と馬との深い絆を目の当たりにしたゆうたに訪れる大きな決断。夢に向かって駆け抜ける人と馬とが織りなす物語、ホースドリーマー。